はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。作戦計画通りとロシア大統領。タス通信によると、ロシアのプーチン大統領は15日放映の国営テレビとのインタビューで、ウクライナでの軍事作戦について肯定的に推移している、すべて国防省と参謀本部の計画通りだと述べ、順調に進んでいるとの見方を示した。発言には批判を受けるショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長への信頼を強調し、ロシア国内の動揺や保守強硬派の不満を抑える狙いがあるとみられる。このように報道されております。しかし、ロシアプーチン政権によります大義も正義もないウクライナ侵攻の実情は、プーチン大統領の述べているような計画通りではないように見えます。プーチン政権のウクライナ侵略でロシア軍の損耗が拡大する中、ISW は次のような報告をしております。原文が英語でしたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ロシアの軍需産業基盤が軍需品不足に対処できないことは、2023年にロシア軍がウクライナ東部で攻撃作戦を維持する能力を軍需品不足で妨げる可能性が高い。2023年、ロシア軍が軍需品不足で東部の戦いを継続できなくなる可能性が高い。アメリカとウクライナの当局者は1月10日に CNN に、ロシア軍の1日あたりの砲撃率が一部の地域で 75% 減少したことを明らかにしました。これはロシア軍の2022年2月24日の本格的な侵攻開始以来、記録的な低水準です。ウクライナ東部軍のスポークスマン、セルヒー・チェレバティ氏は、ロシア軍は以前、2022年の夏に 122mm と 152mm 砲弾の予備とその他の予備を使い果たしたと述べた。チェレバティ氏は、ロシア軍は現在、ロシアの後方地域から追加の砲弾を移送し、そのような不足に対処するために外国から追加の弾薬を購入する必要があり、その結果、発射の割合が低下していると指摘しました。ロシアの情報源は、ロシアの弾薬と物資の不足が、ロシア軍の前進能力を決定的に妨げていることをますます認めている。著名なロシアの軍事ブロガー、およびプーチン大統領の動員作業グループのメンバーは、国営テレビ番組で、ロシア軍の取り組み、例えば動員などは十分ではないと述べ、最前線でのロシア軍の成功は経済と軍事産業に左右されることを指摘した。このように報告されております。またですね、例えば一つの例でありますけれども、国際戦略研究所が発行した2022年のミリタリーバランスレポートによりますと、ロシア軍は3417両の戦車でウクライナ侵攻を開始したと報告されております。そしてロシア軍はウクライナ侵攻でこの侵攻前の保有台数3417両のうち1621両を損失したと報告されております。さらに現状、西側諸国の経済制裁などでロシアプーチン政権、ロシア軍が半導体不足などに直面している状況ということが報道されておりますけれども、そうした状況からロシアの軍需産業はこれら損失した分を生産できない状況に直面している可能性が高いと指摘されております。つまりですね、プーチン政権、ロシア軍はロシアの軍需産業の戦車のみならず、歩兵戦闘車やミサイルなど、そうしたものを生産する能力が失われていくことによって、そのことにより2023年ウクライナ東部でその作戦を継続維持できなくなる可能性が高いと指摘されていることになります。またロシア軍がウクライナ侵攻前保有していた戦車3417両のうち1621両を損失したと報告されておりますが、これはロシア軍がほぼ約 50% 弱の戦車を損失したということを意味しているというふうに見えまして、なおかつロシアが半導体不足などで戦車やミサイルなどの武器を作れなくなっている状況だと報告されていることから、今後ロシア軍の戦車部隊は正常に機能するのかどうか疑わしい情勢と直面しているようにすら見えます。そしてプーチン政権、ロシア軍がいくら予備役など動員兵などを何万人も送り込んでもですね、肝心の武器や戦車、そうしたものなどが不足していれば軍隊として手をなすことは難しい状況であると思われます。こうした情勢はロシア軍、特にウクライナ東部に侵攻しているロシア軍にとって、今後その作戦を継続できなくなる可能性を潜在的に含んでいることを示唆していると考えられまして、ウクライナ東部に展開するロシア軍は2023年重大な局面と
直面している可能性、もしくは今後直面する可能性があるように見えます。もし2023年ロシア軍が軍需品不足でウクライナ東部での戦いを継続できなくなるという事態が発生しますと、それはプーチン大統領が明言しているウクライナ東部ドンバス全域、ここにはウクライナ東部ルハンシク州とドネツク州が含まれますが、このドンバス全域の制圧という主要目標は達成できなくなることを意味します。そしてそのことはプーチン政権ロシア軍の敗北を意味すると考えられます。こうした中、ウクライナ東部ルハンシク州で重要な動きが報告されました。 ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳を要約させていただきました。ご了承ください。ウクライナ軍参謀本部は、ウクライナ軍がプロシチャンカ、クレミンナの北西 17km、 チェルボノポピフカ、クレミンナの北 6km、 クレミンナの近くでロシア軍の攻撃を撃退したと報告した。ウクライナ軍がクレミンナ付近でのロシア軍の攻撃を撃退したというウクライナ軍参謀本部のその後の報告は、ウクライナ軍がクレミンナ市の近くまで前進した可能性があることを示唆している。ウクライナ軍参謀本部はまた、ウクライナ軍がビロホリフカ付近、クレミンナの南 12km でロシア軍の攻撃を撃退したと報告した。このように報告されております。僕はですね、1月6日皆様にウクライナ軍がクレミンナ市街まで約 5km まで迫っている可能性があることをお伝えしました。1月6日の動画で僕はですね、次のような情報を皆様にお伝えしました。ウクライナ側はクレミンナ近くのディブロバが2022年12月31日にロシア軍の砲撃を受けたと報告しております。またロシア国防省も2023年1月2日にルハンシク州のディブロバのウクライナ軍に攻撃を加えたと報告しております。こうして見てまいりますと、ウクライナ軍ロシア軍の両方の主張からウクライナ軍がディブロバにいることが確認されていることになると思います。このディブロバという地点はクレミンナから約 5km ほどに位置しておりまして、このことでウクライナ軍がクレミンナから約 5km 以内で活動している可能性を示唆していると思われます。このようにですね、1月6日僕はですね、皆様にお伝えしました。このことは1月14日の ISW の報告の中に出てくるウクライナ軍がクレミンナ市の近くまで前進した可能性があることを示唆しているという報告と一致していると思います。さらに1月14日元アメリカ特殊部隊員はウクライナ軍がクレミンナの市内でロシア軍に接触したと報告しております。こうして見てまいりますと、ウクライナ軍の一部部隊などはクレミンナ市街にすでに入り、ロシア軍と接触、つまりはロシア軍と市街戦のような形が始まっている可能性、そして今後もうすぐ市街戦が始まる可能性があるように見えると思います。このウクライナ東部ルハンシク州クレミンナはですね、ロシア軍の重要な補給路上に位置するウクライナ東部ルハンシク州の要衝です。もしクレミンナをウクライナ軍が奪還しますと、クレミンナのすぐ南東に位置するルハンシク州要衝セベロドネツクの奪還も視野に入ってくる可能性があると考えられると思います。プーチン政権ロシア軍としては、ウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域や要衝ヘルソン市から撤退し、その代わりウクライナ東部ドンバス地方、ここにはドネツク州とルハンシク州の両州が含まれますけれども、このドンバス地方の全域制圧という主要目標だけは後退させるわけにはいかない状況と直面していると思われます。しかしそうした中、ウクライナ東部ルハンシク州要衝クレミンナをウクライナ軍に奪還されるという事態がもし今後発生しますと、プーチン政権のウクライナ東部ドンバス地方全域の制圧という主要目標は大きく後退することになると思われます。そしてもしそうした事態が発生しますと、プーチン政権にとっては大きな打撃となる可能性が考えられると思います。現状プーチン政権は1点目、2023年、今年ロシア軍が軍需品不足で東部の戦いを継続できなくなる可能性が高いと指摘されていること、2点目、ウクライナ東部ルハンシク州要衝クレミンナ市街にウクライナ軍の一部部隊が入った可能性が指摘されていること、そのことはウクライナ軍によりますクレミンナ奪還への動きということが今後加速する可能性を
示唆していると、そのように見えること、こうした情勢と直面している可能性があります。このことはプーチン大統領が15日放映の国営テレビとのインタビューで、ウクライナでの軍事作戦について肯定的に推移している、すべて国防省と参謀本部の計画通りだと述べ、順調に進んでいるとの見方を示したと報道されていることと乖離しているように見えます。プーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵攻をめぐる計画は大きな狂いが生じているように見えます。こうした中、西側諸国は一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和が訪れることを願っております。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。